クリトンはプラトンの初期対話編の一つであり、ソクラテスの弁明の続編。そこに登場する人物名でもある。副題は行動について。紀元前399年、ソクラテスの弁明で描かれた民衆裁判所における死刑判決から約30日後、死刑執行を待つ身であるソクラテスが繋がれたアテナイの牢獄にて、 夜明けに死刑執行停止の解除を意味するデロス島からの聖戦の帰還を控えた深夜未明。ソクラテスの旧友クリトンが懇意にしている老板を通じて牢獄へ侵入。ソクラテスに逃亡の説得をしに来るところから話は始まる。最終的にクリトンの説得が失敗に終わる場面までが描かれる。クリトンはソクラテス裁判の後、監獄で 死刑執行を待つソクラテスに面会し、自分の財産を負担しても救出したいと言って、説得するがソクラテスは妥協せず、それを拒絶、国家、法律、美徳について語り合い、最終的にクリトーンは、説得を諦める。原点には、章の区分はないが、寛用的には17の章に分けられている。以下、それをもとに、各章の概要を記す。本編は、 一人の市民としての義務の遂行の仕方、その正義について述べられる。ここで言う正義とは、熟考の結果、最善と思われる考えとして言及される。運動選手が専門家ではなく、一般大衆の意見に耳を傾け、体を害して、生きがいを失ってしまっては良くないのと同じように、一般大衆の風文、評判を気にして、不正を犯し、魂を害して、 生きがいを失ってしまうことがないよう、徹底的に実行して正しいと思える結論のみに、従うことで合意した上で、話が進められる。また、いかなる条件下においても、不正を犯すことは悪であり、不正に対して、不正で報復することも悪であるという考え方も、議論の前提として言及される。最終的に、ソクラテスが脱走、逃亡することは不正であること。 正義を貫徹することこそがすべての関係者にとっても最善の選択であるというソクラテスの結論に対し、クリトンは説得を諦めることになる。秩序本編の主題は国家、国宝であり、これらはソクラテスによって架空の対話相手として持ち出される。作中では、アテナイ、テイバイ、メガラ等が良い国宝を持った国として言及され、対照的にテッサリアが 無秩序、法省の国として言及される。国家、国法は、社会秩序を生み出すものとして、父母、祖先よりも威嚇され尊重されるべきものとして言及され、その合意なしに逃亡することは、これらに加害を加え、破壊、転覆を図る行為になってしまう旨が述べられる。合意、契約アテナイの一市民としてのソクラテスと、アテナイの国家、国法との関係は、 ソクラテスが70歳の老年に至るまで当てないに、泊まり続け、そこで家庭と子供を設け、一市民として満足して暮らしてきた事実をもって、国家、国法の命令を遵守する、合意、契約が成立しているものとして言及される。説得、改革また本編では、国家は、父親に対する異常に従うと同時に、なだめる対象でもあり、また、規制の国法に対しても、 ただ一方的に従うのではなく、それに間違いがあったならば、真の法に基づいて説得によって、それを改めさせねばならず、それも市民の義務の一つである旨が言及されている。そして、もしソクラテスがことここにいたり、国家、国法に不満を持ち、逃亡を企てるならば、そうした義務を怠り不正を犯していたことにもなる旨も言及される。この問題について、 当然ソクラテスは何もしていなかったわけではなく、真の法の探求と国民の魂を良くすること、より良い国家運営者を養成することに生涯を費やして長年勤めていたことは、プラトンの他の対話編を通しても明らかにされるが、同時にそれらはまだ同半ばであり、人々国家を説得するには時間が足りなかったということが、もろもろの対話編を通して明らかにされる。 クセノポンの著作であるソクラテスの思い出とソクラテスの弁明にはそれぞれ本作クリトンの内容と関連する記述があり本作クリトンの内容を理解する上で参考になるソクラテスの思い出の第4巻第4章ではソクラテスがヒッピアスに語った考えとしてといったことが述べられておりプラトンもこうしたソクラテスの思想を土台下敷きとして 本編を書いたと考えられるまた、クセノポンのソクラテスの弁明は、ソクラテスが老齢を嫌い、死刑になることを半ば望んでいたことを暴露しているが、その死への願望の現れの一つとして、第23節にて、仲間たちがソクラテスを脱獄させようとした際に、ソクラテスがそれを拒絶し、どこかに死が近づかないような場所があるか知っているのかと尋ねるなど、 彼らをからかうような真似をしたことが述べられており、実際に本作のエピソードの元となる、ソクラテスによる脱獄拒否の事実があったことが確認できる。ありがとうございます。